い、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、腹筋と上半身にしっかり効くハットトリックプランクというのを紹介します。たったの12回です。プランクというとだいたい時間何秒とかね、何分っていう感じなんですけども、今回動的プランクになりますんで、12回たったのですね、やってもらえたらと思います。このプランクはですね、二の腕、胸、腹筋にしっかり効きますんで、まあ、気になる人はね、やってもらえたらと思います。では説明します。はい、名前の通りハットトリックプランク、いわゆる3点というのを意識してもらってやるプランクになります。まずやり方としては、手を組んで肘は肩幅です。ここは三角形を意識して作ってください。これで腰を反れずに丸めて体を浮かせます。足は閉じます。これでですね、まず右足から右肘で、今度は真ん中、今度は左肘を意識して膝を近づけます。反対も一緒です。外から左肘、真ん中、右膝、3箇所をめがけて膝を曲げます。外、真ん中、端っこっていう感じです。これを2往復しますんで、まあ計12回のエクササイズになります。できるだけですね、腰丸めて足をね、できるだけ近づける、肘に近づける、真ん中は組んでる手に近づける、で今度は端っこの膝に、遠くに膝をグッと持っていきます。では今から12回やっていきましょう。右足からいきます。スタート。OK です。たったの12回、まあ2往復しかしてないんですけども、もっとできる人はね、もうちょっとやってもらえたらと思います。まず体を持ち上げるだけでね、結構きついっていうのと、しっかりね、体を上にね、腰をしっかり丸めないと足が体の下に入りませんから、しっかり腰を丸めるには腹筋がもちろんいります。なので、まあ、上級者の方にはまあ簡単ですけども、まあ、初級中級の方にはね、結構12回でね、いいエクササイズになりますんで、今みたいにね、胸とか二の腕も一緒にプランクで効かしたいよって方はね、やってもらえたらと思います。プランクの種類がですね、まあ、もちろんいっぱいあるんですけども、同じ種目をしてると同じ筋肉しか使いませんから、いろんな種目をね、まあ、バリエーションでうまいこと組み合わせてもらってやってもらうことによって、まあ、新しい動き、ちょっと負荷のきついエクササイズっていうのをね、まあ、知った時にですね、まあ、対応できる体作りができますんで、まあ、いろんなプランクをね、挑戦してもらえたらと思います。同じ種目をやってるのもね、本人も飽きますけども、筋肉も飽きてますから、まあ、そうなる前にね、こういった動画でね、見た種目、新しい種目を、まあ、チャレンジして、できなければ練習するという風にやってもらえたらと思います。頑張った方はね、記録としてグッドボタンやコメントしてもらえると嬉しく思いますんで、今回もご視聴ありがとうございました。